ましてこんばんは、チャコールランガです。よろしくお願いします。お願いします。今日呼んでいただいたクロールのヒロシさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ライブ自体がめちゃくちゃ久しぶりで、今日ね、そうですね、半年ぶりぐらい、もうほんとそんなぐらい経ちますよね。そんなぐらい経つよね。めっちゃ久々です。だしスタジオもなかなかちょっと入れなかったし、なんで、まあ、メンバーで会うこと自体がもうちょっとお久しぶりですなんですよね。そうですね、お久しぶりです。お久しぶりです。クロールの皆さん、お久しぶりです。お久しぶりです。今これご覧のエンタの皆さん、お久しぶりです。お久しぶりです。2階席の皆さん、お久しぶりです。お久しぶりです。2階席もあるんですね。ないよ。言っておりますけども、自粛期間中さ、2人とも何してた？じゃあドラムのタクから。僕はちゃんとお家にいました。あ、ちゃんとお家にいた。ちゃんといました。自粛してた。全然外に出てないです。さすがです。やっぱ仕事もなかったでしょ？なかったです。6月からですね。4、5月はずっと。一番、まあ、真面目というかね、ちゃんとしてる人なんで、そうでないと困ります。すいません。ありがとうございます。自粛していただきありがとうございます。じゃあ、エフェクター盗まれたボーイは？はい、OK ですね。リュウと何してたんですか？いや、でも僕も、ちゃんと実家に帰り、一歩も家に出ず。過ごしてました。ゲームしてました。実家ってあれだっけ？茨城です。茨城だっけ？はい、茨城です。あ、こっち住んでたよね。はい。あっちに戻っ、危ないから戻ってきなさいって言われて。そうですね。言われて。ちゃんと自粛してたと。ちゃんとしてました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。俺さ、あのさ、乳製品がめちゃくちゃ好きなんだけど、はい、ごめんね、急に。はい。あの、ミルクが入ったあの茶色いやつがすごい好きなんですよ。茶色いやつですね。飲み物が。はい、で、某、私のバスケット、スーパーね、某スーパーの私のバスケットに、はい、うん、めちゃくちゃ安いね、アイスココアを売ってるのをこの前つけ、自粛中見つけて、はい、で、まあ、1週間頑張ったご褒美として、金曜日にね、あの自分にアイスココアを買って、でその他も水、米、飲み、で暮らしてたんだけど、暮らしてたっていうか過ごしてたんだけどさ、はい、なんかそのそうだな、ここだけは譲れない、この場所だけは、この人だけは譲れないみたいなのがとても自粛期間中に俺浮き彫りになったなと思って、やっぱいらないものいっぱいあったじゃん、普通の生活の中で。そうですね。多分みんなこれ見てる方もね、いろんな、まあ、自粛しなきゃいけないからって言ってさ、節約したり、うん、人と会う頻度極端にというか、もうほぼ会わないようにしたりとかさ、節約というか、まあいろんなものをすり減らしていったと思うんだけど、どうしてもこれだけは手放せないというものがきっとあったと思うんですよ。それが俺にはアイスココアとこのバンドだったんですけど、そうやって浮き彫りになったもの、最後に手に残ったものって、やっぱこれまでのもそうだし、これからもね、あの大事にしていかなきゃいけないものだと俺は思っているので、今後の生活、人生の中でそれを大事に手に握りしめてね、言っていただけたらいいなと思っております。はい。逆にね、コロナのおかげで見つかったって人もいるかもしれないし、ね、そうですね、いい機会ですね。何も見つからなかったって人は、手に何も残んなかったやって人は、これからそれを握りしめる手なので、手を大事にしてあげてください。よろしくお願いします。じゃあ次はそういう歌を歌う予定です。聴いてください、アイスココア。君のアイスココア、僕のアイスココア、君のアイスココア、僕の愛しとこは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 今日もまた仕事で疲れて、何かと何とか不安でもいつもと違う道で帰ってみようかな。
すら守る。ごめんね君の愛すここは、ごめんね君の愛すここは、ごめんね君の愛すここは、ごめんね僕の愛すここは。帰り道久しぶりに見上げた夜空は、日が伸びてまだ太陽がそこにいたんだ。そんなことにも気がつかないほど、そんなことにも気がつかないほど、ごめんねと君に言うたび、ごめんなと僕に言うたび、知られた空が最後になります。テトラコントラコロラインという曲をやって帰ります。I'm not afraid of the dark.
ありがとうございました。チャコールラングでした。